はい、どうも皆さん、こんにちは。水色です。やっとできました。48時間ぐらいかかって部屋ができたんですけど、今日は、ようやくゲームができるよということで、美容法をやっていきたいと思います。一応 VMP のカスタム紹介になるんですけど、全部ね、アタッチメントをついに解除しまして、レベル12まで持ってきました。で、俺が選んだ最強のアタッチメントはこちらです。はい、今回はね、こんな感じの構成で遊んでいきたいなと思います。別にちょっとごめん、最初に最強のとか言ったんですけど、サプレスを初めて使うんですね。なんで今回は VMP の、現状の、まあ、使えるアタッチメントで構成して、また次回もし変更点があればそれでもう1枠設けてやろうという下水考えをしております。今日はね、サプレッサー付き VMP よかったら見ていってください。それではやっていきましょう。はい、ということでやっていきましょう。 VMP ストックファスマックグリップサプレッサーにフラージャー系ゴーストでやっていきます。昨日ね、急遽時間なくて、一昨日かな、昨日かな、パッと、MW の方の動画上げたんですけど、今日はね、ガッツ氏と美容法でございます。昨日ちょっとコメントくれた人、解説ない人までいるかもしれないですけど、ごめんなさい。ね、ネットが繋がんなくなっちゃったので、まあ、普通に回線全部ね、抜いて、線とかも、差し直したりしてたんでね、しゃあないんですけど。やはー、結局ね、何してんだこいつら。結局ね、そういうことなんですよ。もう後ろ下がっちゃってるんですよ、味方がね。そういうことなんでしょ。そういうことなんだよな。結局みんなセンターでさ、遠距離武器でさ、ポチポチしてくんだよ。なんでやれねえんだ今の。また上盛るんだろ。いいよ、盛ればいいじゃないか。なんか溶けねえんだけど全然溶けないんだけど。 OK、 やりにくか一緒に。あ、やってくれた上に。サプレッサーつけることでね、マズルフラッシュなくなって意外と遠距離もやりやすくなるので、個人的にはおすすめだったりするんだけど、まあ何し別にサプレッサーをずっと使ってたわけではないので、そんなに詳しくは語れたもんじゃないんだけどさ。しっかりとこの距離も変わっていく。まさかの残り一発。スピットファイア借りまーして。もうすげえことになってた。とりあえず UAV。だ死にたくない死にたくない。一旦出そうかな。とりあえずさ、スレッシャー貯めたいよね。 OK、 ゲーム自体もね、かなり久々なので、ブランクを直しつつやっていけたらなという感じなんですけど。お、敵や。ちょっと待って、迷ったわ、上と下。さあ、スレッシャー出しまーす。Okay、 こっち無視して出てきたやつをとりあえずやる。で、前から少し来るから、はっ、やばいんだけど、見た今の。 OK、 慣れてきた、やりやすい。あー、ちょっと今のはずれたかな。付け明けバカンでサプレッサーつけたけど、めっちゃ強いわこれ。全然ブレない。なんでなんでなんで、もう、何してんだ、あのサイス。サイス使うやつさ、敵にいるやつ大体イモリ勝ちだよね。なんか、一生懸命スコスト貯めて出てくる陣のさ、一員だったりするやん。マジで勘弁してほしいわ。サイス使うイコール、ちょっと、勝ちにこだわりが強いみたいな。俺もそうなんだけどさ、俺はまあ見てるわかると思うんだけど、全く入んないじゃん、家中にさ、ポイントが関わってたりしない限り。敵でサイズ使ってるやつ大体2階だからな。
説唱えてよくねえもん。オッケー。またいるんだけど。オッケー。あ、登るの遅かったな。登るのが遅かった今の。てか登んなきゃよかったんだけど。普通に打ち合ってたから登っちゃったんだよな。後ろも来るけど、前とりあえず。オッケー。出てきたじゃん。まずね、このステージで DMR 使う時点ちょっと、はって感じなんだけど、まあ、そう人が使う、おいおい、この距離やれちまうんだぜ。見たかいこの距離、ちょっと。上やんな。OK。こういうのを駆除しに行くのに、2階には登るもんですからね。ああ、それしゃあないな。ちょ、むずい、ちょっと。OK、これ使って、さあ、どっちですか、ちょっと微妙だな。OK、こっちから来そうだぞ。味方がやってくれそう。じゃあ、こっちバスを背中にして、来ないの。なんか若干さ、こもり気味なんだよな、やっぱり。何やってもやっぱり、ひたすらこもってるやつ、多いです。ああ、リスクあるな。先登って上から入っちゃおう。で次ポがね、こうやってある場合はこうやって待っててもね、全然いいと思うんだけどね。理にならない芋が本当に多いよね。そこやれない。ナイス。いいね。ちょね、マイクの位置をね、変えたので、もし音質が、なんかうるさくなったよーとか、一応ある程度は調整するんだけど、聞きにくくなったよーとかあったら、よかったらコメントしてくれると、まあ、早々にね直せるので。あーやべ、マジか。ありがたいです。さあ結構順調、まあ、ジージーしてんね意外とね。まあいいことだ。 OK。 さあ後ろから取っていきたい。ナイス。次ポニー敵が若干いるけど、このここはきついな。行くならセンターでしょ。見えないね。いやータイミング悪い。しかも味方が死んでたわ。見ててくれっかなと思ったけど溶かせなかった。ちょっとねモニターの近さにねまだ慣れてないので若干違和感があるからね。たまにエイムブレるんだけど、気合でなんとか乗り切りたいよね。さあ来るね。しっかり落として。あれ？降りたか？すごいよね。モニターが近く感じる。UMP なんか、当たるときは当たるんだけど、たまに外れるときが、すげえガッツし外れるから、そこがけネックだな。当たってる分にはめっちゃ強い。溶けがめっちゃ早い。感じる。だからなんかブレの、武器独特のブレを、今みたいに使いこなせるとめっちゃ強いんやな。まあ、結構ね、みんな目の前じゃねえ。だいぶ前から、VMP、おぉ。UMP 持ってる人は持ってるだろうから、まあ、自己流のアタッチメントだとか使い方っていうのはだいぶ分かってる人多いと思うんですけどね、まあ、意外とリクエストしてくれる人が多かったんで、たまにはしゃがんでた。 BO4 といえど初心に帰ってね、武器紹介なんてのいいかなと思ってやってるんですけど、今のいいね。あ、いいね。警戒だね。警戒にキルが決まるとさ、気持ちがいいよね。で、どっち来るか分かんないので。ちょっとぐるんぐるなったから今ちょっと気持ち悪かったらごめんなさい。いやーやっと。おいで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 。あー、やばい、目の前に来た。マジかよ。
まあいいでしょう。おお、いいね。めっちゃ久々なのに、めっちゃ久々な気がしてるだけなんだけど、言うて1日ぐらいしか置いてないんだけど、それでもこのダメージ数とキル数いいですね。いやー、今のミスったっすね。しゃがんでればよかった。殴ったぞ今。危ないよ。味方やって。オッケー、ナイス。1万ダメージ乗っちゃうよ。試しで持ってきた。あはあ、試しで持ってきた武器のカスタムが強すぎました。こういうのってさ、同じカスタム使ってる人多分どっかには絶対いるんだろうけど、意外とこれ主流だったりしちゃう。こんだけ強いってことはすげえやりいいんだけど。まあ下だよね。ああダブル横移動で重なってきた。しかも片方ショットガンだし、当ててくるし、やるじゃないの。いやー後ろかよ。リスしてすぐ後ろ来るやつさ、一番腹立つよね。はい、お疲れ。ナイスカバーイ。しまって、ねえ、ちょっと下りすぎだったわよ。あれ、あ、そう、こういうのこういう時のズレがなんかいまいちちょっとよく分かってないんだよね。変なズレが若干あるよね。ほら、これもさ、なんか G ケースだったら溶かせ、あー、いるんだってばい。 G ケースだったら溶かせるはずなのにみたいなところで溶けなかったりちょっとするよね。まあこれしゃあないな。こういうね、なんか2回連続とか3回連続って1-1でポン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 ね、1対1で死んじゃうともったいないんです。こんな感じでね、1人殺して死んで、1人殺して死んでだとこうやってキルがね伸びないんだよね、実に。あーざけんなよこいつマジで。じゃ、味方がもうちょっとポイント上げてくれたら俺多分100キルいける、この試合。この試合あぶねえ。とっさの横移動、あ、それ取り切っちゃう、もしかして取り切っちゃうとちょっと話は違ってくる。あ、取り切っちゃうと話は違ってくるんですよね。いやーですよね。はい、96キロ23です。ちょっとね、後半の死にまくったらなーって時、多分5、6回連続で死んで、あれうまくね、ちゃんと立ち回ってれば110ぐらいは多分いったかな、今回。で、通算13188ダメージ。まあ、ちょっと言い訳がましいんだけど、1日ね、丸1日半ぐらい、ゲーム全くやらずに、新セットアップの新画面のこう慣れない状況でこのスコアっていうところにちょっとおまけしてください。今回ね VMP のカスタムでしたね。まあさらからもう一回カスタム見ましょう。はい、ということでね、今回使ってきたカスタムは VMP、ストック、ファスマグ、グリップ、サプレッサーつけて、スティームショット、フラッグジャケットにゴーストですね。BF は今更なんだけど、サブマシンガン使うときはスティームがめっちゃ強いです。まあちょっとコムサーとかねつけてる人いるんだけど、 G ケース以外は基本スティムがまあいいかなと思います。ちょっとね、部屋の方がめちゃくちゃすごくねいい出来で、ちょっと早く見せたいんですけど、カメラがまだ来てないので、もうちょっと、したら、動画にすると思います。そのうちね24時間配信なんてのはちょっと記念じゃない、予定してるので、まあ未定は、予定は未定っていうんですけどね、まあこれから12月に向けてバシバシ YouTube やっていきます。ね、先日までだいぶお忙しかったので、ここからまた今日からバシバシやっていくんでよろしくお願いします。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で次回の動画でお会いしましょう。みずみでした。バイバイ。